おお、久しぶりだな。ガイア、リーユへの怪盗祭に行ってきたぞ。ほう、怪盗祭か。面白かったか？美味しかった。なら、モンドのバドル同祭も楽しみにしてるといいぜ。きっと失望はさせない。ああ、そうだった。ガイア、実はな。テイトーを作るための木、紙、油、どう考えても危険だな。面白い。なぜ俺ならこの暗号がわかると思ったんだ？その通り。お前、栄誉騎士として言葉は慎重に選んだ方がいいぜ。裏社会とは何のことやら。セピロス騎士団は悪人なんかと取引しないぞ。これは誠実という名の騎士の品格だ。本題に戻ろう。これは国際犯罪組織放蕩団の暗号だ。興味があるなら情報提供者との面会を手配するぜ。セピロス騎士団は悪人と取引しないんじゃ。これは俺個人の情報屋であり、セピロス騎士団のではない。夜に風たちの地へ行け。俺が情報屋を手配しておこう。ありがとう、ガイア。先に真の知識あり。覚えておけ。ん？